人手不足があちこちで騒がれているけど大半の人間は働かないと生活していけないんだから。突然日本人口の数割が消滅したわけでもないのにいきなり労働力が減るはずがないよね。人手不足と騒いでいる場所から去っていった労働者は一体どこに行っているんだろう。無駄に働く場所が増えたから。これよこれ。運転手一つとっても資格持ちでももう稼げないからやらないって一気に消滅した。稼げない仕事ばかりになったから終わり。クソ安い賃金で働かせようとしてるとこが人手不足と騒いでるだけ。総人口自体はそこまで極端に減ってないけど労働人口はかなり減ってるから。サービスを受ける人間に対してサービスを提供する側が足りない。あと仕事の内容に対して給料を上げれないというのもあったり、そもそも給料よりも労働環境を重視する人が増えたりで、ジャンルによっては本当に人が足りない。少子化。労働人口の減少。仕事を支えていたベテラン労働者が定年に達して一斉退職。外国人労働者で補填するつもりが、日本語というハードルがある上に、円安低賃金で忌避され始める今ここ。特に介護は言葉の壁あるのによく外国人に任せられると思ったよな。値上げすると多少に仕事取られるか、そもそもそこまで払うぐらいならいいやって感じで破綻しているか、どっちにしても需要に対して全体的に過剰なんだろ。今は昔みたいなお客様は神様精神から嫌なら他行けって考えになってきてるし、自分の理解できないことはって考えのやつはこれからどんどん淘汰されていくと思うけどな。その給料、その仕事じゃ働けないと言っているだけで、人がいないわけではない。代わりなんていくらでもいると人の存在をないがしろにした結果だろ。これ、それ俺も言われたことある。淘汰されてほしい。2024年問題とか何のための規制なのかさっぱりわからん。運送屋にも人権が適用されるようになる。トラックの運転手も昔はしんどいけど金もらえる仕事だった。今はしんどいだけの仕事になった。そんなん誰がやりたがるんだ？代わりはいくらでもいる。だから滅びた。発給で人の育成も賃金値上げもしない連中から滅びてる。因果応報。むしろそういう企業が生き残ってますよ。いきなり人手不足とかあるんか。近所のコンビニも時給1250円だったのが今では1500円だからな。年齢制限がきついと人ではいない。氷河期世代ならいくらでもいる。経験ありで若くて能力のある。人材不足で困ってる。だからな。若い人間の分母が減ってるんだからそりゃ不足もするよな。リクルートのせいで人材のハードル上がりすぎた。どの企業も首揃えてコミュニケーション能力ってアホかと。言ってる大半は理解してないし、なんならノミニケーションを求めてるだけ。全然違うよ。日本語で話して日本語で読み書きして日本語で伝えて日本語を聞き取る能力だよ。日本人で新聞を読める人って人口の3割しかいないんだぜ。ヤフーニュース読んでる俺はセーフ？40半ば近くても転職できるだろうか。今はもう年齢制限も緩くなってるぞ。良いところに入れるかはわからんが。嘘つけ、前にハロは言ってた時最低賃金ギリギリで有資格者実務経験丸年以上みたいのばっかりでそりゃ人来ねえわと思った。若い頃求人見ても人と接する仕事コミュニケーションばかりで、人と接しない仕事が見つからなくてげんなりしたの思い出す。世の中には人と関わりたくない人、コミュニケーション可能な限り取りたくない人もいるんや。普通にストレスだしな。人間関係って、人と接しない仕事は枠が少ないし、その枠に入れた人は抜けないからな。底辺職でもホワイトなところは結局人離れないんだよね。仕事選ばなければ仕事はあるというけど、生活保護の方がマシな仕事ばかり。これ、ブラックと生活保護の収入が変わらないのかな。生活保護って月に7万円とかだぞ。ブラックってか最低賃金切ってるだろ。補助金他にもらったりして病院代が無料と、土日祝日仕事して15万とかじゃな。特に高卒労働者がウルトラスーパー売り手市場も物理的に数が足りない。超大手がねこそぎかっさらって収容が状態化してる。中小企業はもう一度どん底の不景気にならない限り一人として来ないとこも多いだろうよ。その昔労働力なんかなんぼあってもいい時代には高卒は金の卵とまで言われたが、今労働力不足に悩む企業は高卒を金の卵として扱ってるかって話よ。ちょっと前介護で移民募集したけど応募者例だったらしいね。もう悪い噂が広まっちゃったね。スーパーのパートですら時給1500円とかあるからな。じゃあ今までなんで上げなかったのって話よ。今まで足元見すぎなんだよ。今更上げたって戻るかっての。商品も大幅に値上げしたから原価高騰で利益は据え置きっすよ。利益出る価格に設定しなよ。競争相手がいなければね。企業が長引く不景気と就職なんで労働者や志願者をとことん軽く扱うことに慣れすぎたんだよ。派遣が広まりすぎたよな。今後どんどん自動運転や無人化が進んでいって必要な労働者は減る。そう考えたら労働者が余らなくてちょうどいいんじゃないか。そのシステム導入もタダじゃないからな。人を使う方が安くて済むから移行できないって会社も多い。そこで最低賃金の引き上げですよ。派遣とフリーランスで8割ほどのアメリカを見習え。見習ってどんどんそっちに流れてんじゃん。年功序列と終身雇用は日本の国民性に馴染んでたのに今じゃ見る影もない。自己責任と謳ってた奴らが自己責任という言葉を突きつけられてるのはいい気味だとは思う。要は低賃金の仕事に誰も来なくなったってだけだから健全だとは思う。みんな他人事みたいに言ってるけどインフレって形で皆に返ってくるんだぞ。労働者にきちっと還元しないところは潰れていい。それで消費者が困るのは仕方ないよ。
都内深夜の居酒屋で時給2500みたいなの見たけど、これ下手に工場とかに就職するより儲かるだろ。工場は逆にこれより上げないといけないとかきつすぎるよ。単純時給だけ上がったとこで保険や企業年金やちゃんとした会社はいらないと働いた期間損だよ。企業人手不足だわ。ニートほな働くわ。企業人手不足だわ。こんなんだもんな。年明けの職場にニートしたらって考えたらわかるだろ。せめて不人気のバイトとか挟んでこい。奴隷労働の人手不足で、給料は総額20万円15万円と舐めたことを言っているし、手取り25万総支給32万が最低ラインだよな。手取り15万働いてナマコと同じじゃ誰も働かないだろ。人手はあるんだ。戦力になる人手が足りないんだ。給料低くてもいいから楽なのがいい。けど低いほどきついんだよね。低賃金で労働環境も悪いところほど社員がその仕事にしがみついてるイメージ。普通逆じゃないの。ホワイト企業にしがみつくなら理解できるんだが、若い子はすっといなくなる。しがみつくのは老人のみ。2社以上経験しないとそこがホワイトなのかブラックなのかわからんからな。日立本体から新卒入社で抜けて後悔してるやつとかネットで話題になってた。人手不足で分かったけど、今までの安くて快適な生活は、実は低賃金でも懸命に真面目に働いてた労働者のおかげで成り立ってるんだよね。なのに経営者も政治家もそんな良質な労働者は当たり前と甘えてないがしろにした結果が今。最近田舎のセブンは21時閉店になったし、アマゾンで頼んだ新作ゲームやプラモは普通に1週間遅れて到着になった。本社の意向ってだけで夜は採算取れないところ多いもんな。オーナー的にはそうする。さすがに今の時代に最低賃金で募集は人集める気ないでしょ。田舎だと働き口が少ないなら最低賃金でも働くしかないのよ。危機感持ってる会社はもう正規社員で雇い始めて人増やしてるな。そもそも今の人口ボリューム層が丸んだら需要も減って勝手に解決するからな。無駄に多い会社も淘汰されてスッキリするだけよね。人手不足倒産増えてるのもそれが理由だし。国内だけで言えばそれで解決。問題は世界で見た時の国力だが、まあなんとかなるんだろう。日本だけ沈んでたらヤバいけど世界中沈んでるからな。地方で正社員フルタイムより大阪や東京で居酒屋のバイトした方がお金もらえるからな。実家とかその援助がない限り地方で働くのは厳しいわ。実家等の援助がない家庭だとそもそも都会に出るのも難しいというね。知ってる人も農協のバイトを何年もやって金を貯めてから出てきたというありさまだし、それも若いうちまでという。大学通うために状況はまさに脱出の最大のチャンスだよな。俺も故郷の豪雪地帯には今更戻りとうない。これも進学状況をさせてやれないいう家庭もうんと増えたからな。がっつり円安になったら減る海外税のリスクに気づいた感じなの？アジア圏で比較するとまだマシなんかね。円安影響、他の国のレート詳しくないから知らんけど、最低賃金もだけどよ。雇用形態もまともに整えさせろよ。本当に舐め腐った経営者多いぞ。派遣会社も潰れまくってるんじゃなかったか。派遣で働くような人も減るとか、みんな一体どこへ行ったんだ。大体丸んだか病院が良いだよ。派遣はやめようって言って、実力も経験もないのに正社員で登用して重要な仕事に就かせて、それはそれでもうめちゃくちゃになってるよ。門外の部署に移動させられて、説明も研修もなしにいきなり担当にさせられて嫌になったな。もう辞めたけど次の職ではちゃんと教育があったから、やっぱりおかしかったんだなと。最低賃金が上がっても無駄に保険やら税金やらでピンハネされて、手取りはむしろ下がってる現実。40万月給だと今は手取りが33万くらいだけど、30年前なら36万37万くらいだったと聞くと、おいおいとなる。決定的に労働者側が会社を信用しなくなったんだろうな。時給2000円にしようと3000円にしようと、給料以上の責任を押し付けられるってことだなって疑心暗鬼になってる。仕事合わない奴は辞めていく。できる奴は過度に仕事振られてからだと精神病んで辞めていく。残るのは口が達者でサボるのが上手い奴だ。労働生産性が上がらないわけだな。うちの職場がまさにこれだな。そして俺までサボると真面目にやる奴が誰もいなくなるから、サボれないという地獄。辞めればよいのにそんな職場。雇われるより自分で稼いだ方が楽ってことに。能力のある人間ほど若い自分に気づいちゃうのかもしれない。企業は縮小したくないのに人の数は減ってるからな。こうなることくらい前々から分かってたのに。10年以上経験がある新卒20代募集。給料はもちろん新卒基準。3年以内に辞める。1年目で基本的なビジネススキルだけいれば、転職市場で20代前半ってめちゃくちゃ価値高いから。派遣会社多すぎるからもっと減らそう。ついでに〇〇も潰してしまえ。今って派遣は逆に給料正社員より高くなってるんだよな。人手不足のおかげで本来の形に戻ったというか。あれも特定派遣が低いだけだからな。派遣会社がなくなっても正社員は増えんぞ。別に良いよそれで。正社員制度なんてなくして全員個人事業主になってもいいかもな。日本は企業と労働者の依存度が強すぎるんだよ。互いに代わりはいくらでもいるぐらいの認識になった方が世の中うまく回る。人件費にお金出すところはガンガン正社員増えてるから、人手不足は気のせいだよ。ただの甘え。
福利厚生の良い企業に優秀な人材が行く。それが普通だから何の問題もない。どうせどこ行っても最低賃金フルタイムだから、一番自分に合ってる仕事が見つかるまで転々とするだけだな。給料同じだから転職に何もためらいなくなる。かつてのブラックだろうと底辺だろうとしがみつかなかった時代の方がよっぽどおかしいんだ。今の人手不足の時代の方が正常だよ。いい加減人手不足を悪いことのように言うのはやめてほしいよな。良いことでしかないのに。社会に対するストライキみたいなもんだよな。これで良い。景気が良くなっての人手不足ならいいんだけど、そうじゃないからな。お前にとっての景気が良くなるの基準がどうなのか知らないが、少なくとも仕事も就業者も増え続けてる結果の人手不足だから良いことでしかないぞ。人手不足なのに実質賃金下がり続けてるのが良いことなのか、人手不足でないのに実質賃金下がり続けてるよりは断然良いことではあるな。少なくとも人手不足でない状態では絶対に賃金上昇なんて期待できないし。どん底で背比べすることに意味ある？職がなくて派遣村やらで食いつないでた人間がいた時代と、職があってとりあえず自立した生活できてる時代とじゃ天地の差ほどの違いがあるんだが、あの頃は20代のホームレスとか激増してたもんな。場所によるかもしれんが今はホームレスもめっきり見なくなったな。農業とか平均年齢68歳やで、国産食料なんてもうすぐなくなるぞ。定年後やる層が消し飛ばないと年配の新人がどんどん供給されるぞ。日本はアメリカと違って赤字経営ギリギリの零細企業ばかり。そら給料上がらんわな。代わりなんかすぐ用意できるって言われてた会社を辞めたが、3年経った今も応募がないとか聞いてて笑顔になれる。心がほっこりする良い話聞かせてもらったよ。人手不足なら給料待遇良くして年齢経歴で入り好みしないで雇えばいい。うちも課長がよくわからん理由で辞めたが、持ってた案件が入りたての中途の若いやつに振られたらしい。鍛えなきゃならんのだが、いきなりやらせて辞めないか心配しなきゃならん時代なんやな。いや時代がどう攻略サポートしろよ。つうかそんな案件を途中で新人になんて会社がやばいよ。他のベテランも案件抱えてて仕事量限界なんだと思う。でやるやつおらんから新人にという非常の選択。人が辞めるたびに雇用条件悪くしていくうちの会社。半官半民の企業なんだがこれでいいんかってなる。政府がいくら助成金ばらまいても中小経営者が声太って小金持ちが増えるだけという。中小企業ってそんな稼げるかな。どっちかっていうと大企業の方が。そう思うなら自分で起業すればいいんだよ。助成金なんてもんは労働者には関係ないからな。なんていうか疲れてる人が多いんだろうね。給料動向より安いけど楽ですってところは割と人集まる。というかそもそも激務なのに発給みたいなところが多すぎたのか。疲れてるというか仕事したくないだけだと思う。今はそこそこの金があればそこそこの娯楽は手に入る時代だしな。むしろ娯楽疲れしてる人間がいるぐらいだし。人手不足なら給料上げたらいいやん。ワンサカ来るやろ。待遇改善しないと無理だ。介護は給料上げただけじゃ無理だろうな。今の若者は給料が多いってことより働きやすいとかの方が人集まる気がする。でかい会社ほど休みもしっかりしてて給料も高いってのが現実だからな。別に正社員でも早期退職勧められてパート雇用か転職するしかなくなる人多いでしょ。企業も若くて無理がつく20代しか欲しくないんだよ。今はだいぶ減ったけど以前は大手でも50過ぎると露骨に追い出し部屋に回されてそこで子会社行くか辞めるか迫られる話聞いてビビった。今もだよ。1年前までいた会社はそうだったし、50過ぎてある程度の役職についていない人は見なくなれな現場の管理に回されて不手際を責められて辞める方向に行かされてた。なおその人たちがいなくても現場は回る模様。氷河期世代40代がガチでいなくて、教育の余裕ないから30代も追いつかず、ついに設計部署がなくなったよ。辛い。定年間際か新卒かしかいない部署とかザラだもんな。そんで新卒が居づらくなってすぐ辞めていく。人手不足と言いながら年齢で足切りだろどうせ。かといって今から氷河期世代雇用して教育して育成なんて無理だしな。頼みの大臣も肉体言語で教えられる作業ならともかくネイティブレベルで意思疎通して連携する業務内容を教育するのは無理な上にコロコロ変わるんでコストもかかるし、どうすればよかったのかね日本。あと20、30年したら落ち着くんじゃない？デジタル拒否反応する世代が寿命だったり淘汰とかで、技術継承失敗、下請け不在、内需縮小等の課題は未解決やろな。その時どんな産業で食ってるかは知らんが、その頃には氷河期は定年でデジタルがあろうがなかろうが根本的に人手不足、人口バランスは多少是正されるから税金は安くなるかも。どれだけ遅くても20年前に対策しておけ。30年前からこうなるって分かってるんだから。氷河期世代は日数絞った非正規と小商いの組み合わせで一人生きていけるだけのお金でいいわってなってる人が近年身の回りでも急激に増えた。気持ちはわかる。仕事のモチベーションとかもうないわ。体もガタガキ始めてるし生きる方が優先になる。なんかやたらと会社に忠誠心持ってるやつもいるけど、そんな入れ込むほど給料もらってないのによくやるなってなる。フルタイムで1週間出てくれて仕事できて低賃金でもよかった。氷河期世代とか30年も働いてたもんな。いきなり開いた穴は塞げないか。日本の失われた30年ってほぼ氷河期が奴隷して保たれてたようなもんだしな。これ引っ越し業者すらまともに機能しなくなる前にほどほどの都会に引っ越さないと積むんじゃね。うちの工場なんか派遣いなくなりその分が外国人になってるぞ。車の整備関係とかも今や半分くらいは外国人だぞ。国へ帰ります。
出稼ぎ労働者なんてそれこそいついなくなってもおかしくないからな。金もまともに出せない昭和時代の思想から全くもって変わらない会社で働きたい奴なんてよっぽどの低学歴で生活に困ってるのじゃなきゃ誰も入らねえだろ。ブラック行くよりはニートってなってんじゃないかね。多分シャレにならん数で。フルタイムで最低限のコミュニケーション取りながら働けるだけで結構偉い。これと責任を持ちたくない新人が多くなった。責任持ちたくない上の世代が下に投げてるだけでは、人手足りないなら氷河期のおっさんを交代分で雇ってくだち。2024年問題どうすんの。どうする気もないだろ。少子化と一緒で大変だって言って終わりだよな。何の対策もする気はない。昔は30日年金自慢とか書き込みよく見たけど、最近そういう奴隷自慢すらないから、みんな丸んだか小丸者年金になったんだと思う。氷河期非正規でそれやってた連中は漏れなく心身壊してリタイアした自分の周りだけの話だけど。デフレマインドの脱却させたいのはわかるけど、コスト増での価格上昇させる一方で、堅くなに従業員の賃金は据え置きとかは抽象だとザラだから、結局一般人が割り食ってるだけになってる。新卒全然取れねない、どうすればとか言ってるけど給料上げろやと思ってる。バス会社も人手不足の原因は日を見るよりも明らかなのに。給料上げるのはもちろんいいんだけど、それだけの問題じゃなくなってるからな。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。